で、こちら、ここから旧統一教会 VS メディア関連などを紹介したいと思います。お願いされて寄付金まで渡したのに、旧統一教会信者が不満を漏らす日テレ24時間テレビという風な記事を吉田さんが紹介されていたり、またこちら、とても大事なこと、統一教会は新トランプ、あるいは統一教会は反バイデンという風に紹介されていたり、またこちら、共産党と日教組、日本学術会議、日本弁護士会、地上波テレビ局などの関係を調べるのが先決。これらによって刻一刻と国益が奪われている。統一教会と関係があったからって何があるってんだというふうに白川さんはおっしゃっていますね。で、こちら、ここからやっと、違いますね。小池晃さんが日本共産党統一教会問題追及チームの第6回会合、地方政治への浸透の実態について、岡山県議、旭川市議、鳥取県議からヒアリング。自民党国会議員も関与して、家庭教育応援条例制定などを進めている実態がリアルに、自民党の調査は国会議員だけだが、地方議員も対象にすべきというふうにおっしゃってまして、白川さんが盗人たけだけしいというふうにおっしゃっていますね。で、こちら、ここから沖縄関連になりますが、911沖縄県知事選、自民は歴史的惨敗の様相、推薦候補が旧統一教会とズブズブで県民が嫌悪というふうな日刊現代ですが、記事が出ておりますね。で、こちら。沖縄知事選で玉城知事リード。四国は大歓迎。四国のテレビは、中華民族琉球特別自治区準備委員会のアメリカが琉球支配権を日本に与えたのは介石に統治能力がなかったから。だが、琉球はずっと中華民族。琉球をいつ四国に返すのかということとの主張も放映。四国が玉城知事を応援するゆえんというふうに言われていますね。これかなり前の動画みたいなんですが、このように紹介されていますね。で、こちら、和田さんが紹介されています。沖縄県知事選、玉城デニー候補が実績として挙げた施策は、実は安倍政権が成し遂げたことだと大山那覇市議が明らかに。まさに、幼児教育の無償化は安倍政権が公約として掲げ実現したもの。佐喜眞さんは、子どもの給食費、保育費、医療費の無償化を実現し、子どもの貧困対策に注力するというふうに言われていますね。で、石木正さんがこのように言われています。この4年間で沖縄が良くなったのか、今後4年間もこの県政が続いてもいいのか、沖縄県民はそれを考えて投票しましょうというふうにおっしゃっていますね。で、哲也さんが先ほどの畑田さんのツイートを紹介されています。知人の言葉、今日の沖縄県知事選は、沖縄県民が将来日本人でいるか、四国人民になるかを選ぶ選挙だな。もちろんジョークなのだろうが、私はちょっと背筋が凍る思いがして笑えなかった。沖縄の有権者の皆さん、ぜひ投票に行き、賢明な判断をしてくださいと、下してくださいというふうにおっしゃっていますね。はい。9月11日ということで、もうすぐですのでね、頑張っていただきたいですね。で、こちら。平井浩二さんが沖縄県知事選挙で、選挙演説中の佐喜眞候補に薬莢が投げつけられた行為が新聞で取り上げられた。選挙妨害、威力業務妨害だというふうなツイートを紹介されて、選挙演説中の元首相を暗殺したテロリストは同情すべき存在で、同じく選挙演説中の候補者に銃弾を投げつけた活動家は即保釈の上、氏名も公表されない日本。聖者が逆転した社会はこれから無法が大手を振るようになる。政権等が自ら信教の自由を侵す国だから当然、沖縄への四国の侵略も着々、これが滅ぶ国というふうに、ね、あえてこのように、危機感を抱くように書いてくださっているとは思うんですが、怖いですね。で、こちら、MI2 さんですが、ここから野党関連になるんですが、旧統一教会、今日の議員運営委員会の案件は、故・安倍晋三国葬儀について、何度も委員長から議題から外れる質問をするなと言われているのに、国葬儀には関係ない統一教会ネタをやり続ける立憲民主党の代表、本当に国葬儀の議論がしたいんですかというふうに言われていますね。で、こちら、今後は立憲民主党の泉健太氏が国葬には三権の了承が必要とか言い始めたぞ。今度はですね、失礼しました。今度は、朝日新聞の記事にはそのまま乗っかる情けない野党第一党の党首、今さら何を言ってんだかというふうに、ね、言われていますね。で、こちら、MI2 さんですが、まだこいつは個人葬儀的なこと言ってんのか、お前ら絶対に参列すんなよというふうに、立憲民主党の方を紹介されていますね。で、こちら、時々この時代の方が良かったと懐かしむ人がいるが、記憶力あるのだろうか、あるいはどんなポジションにいたのか、まあいろんな人がいるのだろうな、不思議だが、というふうにアビルさんが、こちらの写真を載せて、おっしゃっていますね。で、こちら、GDP 年率 3.5% 増に上方修正、4月から6月改定、ネットの反応、マスコミ、悪い円安が、あれ、わらわら、設備投資が増えたってことは、円安で製造企業の国内回帰かな。悪い円安とか言ってたやつ出てこいって高市洋一先生が言ってたというふうに紹介されていますね。でまたこちら、細野豪志さんがこのようにおっしゃっています。円安が140円を超えて進行。さらなる資源、食料高は懸念されるが、円安は悪いことばかりでもない。四国とより国内が有利になれば、製造業の国内回帰が期待される。ただし、それは電力の安定的な供給が前提だ。製造業の電力を再エネだけで賄うのは不可能。ここにも原発政策を前に進めるべき理由があるというふうにおっしゃっていますね。またこちら、高橋さんの記事なんですが、好調な企業収益が証明した悪い円安論調の大間違い。円安なら GDP は伸びる。法人税収増分は中小企業に使えというふうにおっしゃっていますね。高橋さんの興味深い記事ですので、ぜひこちらご覧いただけたらと思いますね。で、こちら、カルタさんですが、田村淳さんがこのようにおっしゃってるんですね。ビーガンなどは自由だけどさ、それをそちらの都合だけで進めないで、しかも小学校の前で手荒な手法で、抗うことのできない子供たちに、登下校時に知らないおじさんとおばさんに急に食育されたくないよ。我が家の食育に勝手に土足で入ってこないでほしいが本音というふうに、こちらのアベマ TV のURL を紹介されてこのようにおっしゃってますね。で、カルタさんが自分の考えを他人に強要し、自己陶酔する人はマスコミに多い。他人の言うことには耳を貸さない。自己陶酔型シャッター症候群だ。小学生を相手にやっていいことといけないことの区別もつかない人に田村淳が眉を潜めているのは当然。だが死者を悼むこともできない日本人も出てきた。やがてそっちが主流になるのだろうというふうにおっしゃっていますね。で、こちらですね。こちら。カルタさんのツイートですが、朝日読売毎日の主要3紙を中心にした互助会組織新聞協会、今年も我が社が新聞協会賞を受賞と大報道。互いを褒め合い、身内を持ち上げ、業界の威信を高めるために機能してきたが、若者には一切通じない。2000年以降2000万部も部数を落とし、安倍暗殺事件の真の動機も未だ探り出せない。栄光も今は昔というふうに言われていますね。これ一応見ておきましょうが、我が社が本年度の新聞協会賞受賞との誇らしげな見出しが朝日読売毎日の主要3社ともに付けられてあったので、不思議に思って確認したら、3社ともに受賞していた。自分たちで自分たちを互いに褒め合う姿って国民にどう見えるのだろうかというふうに言われていまして、そうだったんですね。で、こちら、広告代理店が嫌いなコメンテーターを徹底調査。2位は上から目線玉川徹氏、1位はというふうに言われていまして、1位はこちらの方ですね。視聴者から最も不評だったのは、ミヤネ屋でよく目にする高岡氏。読売テレビ報道局解説委員長で、もともとはミヤネ屋のプロデューサーだったが、2019年からコメンテーターとして出演し始めたというふうに言われていまして、こちらの方ですね。こちらの方でなんですね。で、2位が玉川徹氏。モーニングショーに出演中だが、彼はテレビ朝日報道局の局員。自信がなのか、いつも上から目線。この人が真っ当な意見を言っても、うさんくさく感じる。などの嫌われっぷりというふうに、言われていますね。不評トップ2は高齢の結果にというふうに言われていますね。はい、玉川徹さんを超えて1位の方がいらっしゃるんだなと、ちょっとびっくりしました。で、こちら、加藤厚労省。生活保護法は日本国民を対象と承知しているが、人道上の観点で実施、総額を把握するつもりはない。外国人生活保護は1200億円と片山さつき委員が指摘と、平成29年にこのようなことをおっしゃっていたようですね。で、続きましてこちら。唐田さんですが、尖閣領海で四国漁船が海保巡視船に体当たりして逮捕された事件から12年。菅直人首相は四国の保釈要求に屈し、船長釈放。12年が経ち、C 国は日本の EZ に弾道ミサイルをぶち込み、北方領土ではロシアと軍事演習。それでも日中国交正常化50周年のお祝いをしたい岸田政権。ありえないというふうに言われています。本当に、ね、ありえないですよね。で、こちら加藤さんですが、福田康夫氏と息子の達夫氏は全く同じような言葉で CCP の偉大さを語っていますと三木慎一郎氏。不思議なことに小泉純一郎、慎二郎、河野洋平、太郎よや子もそっくりです。共通項は国族または売国度ですというふうにおっしゃっていますね。このように加藤さんを捉えていらっしゃるということなんですね。で、こちら。これちょっと笑ったんですが、千葉玲子さんについてです。音楽担当大臣、爆誕、笑というふうにおっしゃっているんですが、林外相、米国務長官にビートルズのセッションを強要。余裕はないと拒否され、顰蹙。林は一体何をしたいのだとこぼしていたと言います。略、アメリカ大使館からは、ミスター林は音楽担当大臣なのかと呆れる声が上がっていますというふうに言われていまして、で、これを紹介されてしまいましたも、ジョン・レノン、イマジンの歌詞は国や宗教、私有財産がない世界を想像してみようという空想的なマルクス主義の世界。下手をすれば毛沢東やポルポトにつながる。先進自由主義国の外相が軽々に公の場で愛着を表明して良い歌ではない。林は怪しいという疑念を呼んでも当然だろうというふうに解説していらっしゃいますね。で、この記事ちょっと見ておきましょうか。こちら。林外相、米国務長官にビートルズのセッションを強要。余裕はないと拒否され顰蹙というふうに言われていますね。音楽は国境を変えるというものの、おのずと TPO が求められてしかるべきである。まして外交の最前線ともなれば、物派の剣となるのは必須。今回は鍵盤で大国の政権中枢を魅了しようとするのも、あえなくしくじってしまった大臣のお話であるというように言われていますね。総理特使としてアフリカ開発会議に出席し、去る8月29日にチュニジアから帰国した林芳正外相。かねてビートルズファンとして知られており、現地では得意のパフォーマンスを披露する一幕もあった。首都チュニス近郊にある音楽博物館を訪れた林外相は、展示されていたピアノでビートルズのレッド・イット・ビーを即興で弾き、チュニジアの首相は拍手で応えました。同行の記者団にもいい音が出たと話したとのことだから、さぞ会心の出来だったのだろう。林外相は1997年、このようにいろいろ紹介されているんですが、セッション拒否と。そうした自慢の腕も、用い方以下では不協和音を生じさせかねない。去る政府機関が明かす。大臣は自らの演奏で、国際会議デビューを成功させたことですっかり味を占めてしまいました。以後も外交日程では何かとビートルズ関連のネタを入れるよう事務方に指示をしていて、その度に職員は対応に追われています。さらに5月には以下のような一幕があったという。バイデン大統領が訪日した際のことです。林大臣は同行したブリンケン国務長官とのビートルズセッションを望み、外務省のこちらの交換にピアノやギターを用意させようとしたのです。実際にセッションの曲目まで決まっていたと言い、それは Don't Let Me Down, Get Back, Let It Be, Two of Us でした。ところがアメリカ側はこの打診を拒みました。諦めきれない大臣は再び要望を伝えましたが、朝6時台から動かなければならないほど仕事が山積みでセッションをしている余裕はないと、にべもなく断られてしまったのです。林は一体何をしたいのだとこぼしていたと言います。これとは別に大臣はエマニュエル日米大使にもセッションを打診したことがあり、同じく拒否されている。アメリカ大使館からは、ミスター林は音楽担当大臣なのかと呆れる声が上がっていますというふうに言われていますね。はい。で、外務省はセッションを申し出た事実はございませんというふうに言われていますが、書かれていますが、で、他にも書かれていますので、ぜひこちらご覧いただけたらと思うんですが、で、すごいですね。音楽担当大臣とか言われていらっしゃって、ちょっと笑ってしまったのですが、皆さんはどう思われますでしょうか？ぜひ皆様のご意見などコメント欄でいただけたら幸いでございます。というわけで、ここから先はメンバーシップとプレミアムメンバーシップ両方の皆さんに向けてのコンテンツとなります。ここから先は一般公開で扱いにくいの情報も扱いたいと思っております。続きは動画概要欄からご視聴ください。今一度様はここまでです。ありがとうございました。というわけで、他にもいろいろ紹介したいのですが、本日は以上です。本日も22時から長尾さん、吉田さんのツイッター探偵団、今日は哲也さんもゲスト参加してくださっていますので、ぜひそちらのアーカイブもご覧いただけたら幸いでございます。というわけで、本日もありがとうございました。それではまた。追伸、そうでした。最近、スタッフ T 宛てにお菓子とお手紙をいただきました。ゆうさん、もしこの動画ご視聴くださってましたら本当にありがとうございます。先日チャットでお礼も言わせていただいたんですが、改めて大変遅くなりましたが、動画の中でも改めてお礼を言わせていただきたいと思いまして、今日は入れさせていただいております。本当にこの度は私にまで、結構なものいただきましてありがとうございました。これからもゆうさんはじめ皆様に喜んでいただけますように、頑張っていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。というわけで、本日もありがとうございました。それではまた。通信、最後やっぱり癒し系動画で終わりたいと思います。本日はこちら。野生動物を怖がらせず周囲に溶け込むことに成功した写真家。これがプロかというふうに言われています。見てみましょう。はい、というわけでいかがでしょう。完全に地面と一体化してますね、これから。プロすごいですね。もう一つ見ていきましょう。こちら。この慌てる猫の表情を永遠に見てるというふうにおっしゃってますね。見てみましょう。はい、というわけでいかがでしょうか。まるで人間みたいですよね。この表情。おーおーおーって、私もよくこの顔します。はい。今日もいろいろありましたが、癒されながら眠っていただけたらなというふうに思います。というわけで、本日もありがとうございました。それではまた。